プリッツとスーのワクワクレディオ。お久しぶりでーす。お久しぶりでーす。またまた半年ぶりぐらい。半年、うん、多分前回のやつが6ヶ月前ってやつだから。それは半年だね。半年ですね、うん、それは、はい、6ヶ月って言ったら明らかに半年です、うん。はい、そっか、そんな空いてるんだ。そうなんです。はい、じゃあ今回はですね、まず最初に、はい、お知らせがあるんです。お、言ってください。はい、なんとこのスーがを YouTube チャンネルをえやることになりました。いやいやいや、いやいやいやじゃないでしょ。いや、どういうことですか。違うじゃないですか。違う。 YouTube チャンネルをやるだと、うん、なんというか語弊が生まれるというか。ああ、そうなんですね。まあ、まずちょっと説明しますと、はい、少し前に私の仕事をの依頼を受け付けてる窓口があるんですけれども、うん、そこにプリッツ先生、仕事の依頼が来てますよと、仕事の相談来てますよと、東映さんからです、うん、東映アニメーションさんからですって言われて、はい、お、すごい久しぶりじゃない東映さんみたいな。やっほーみたいな。何のお仕事ですかって思ったら、うん、あ、スーさんに来てます。なんでだよつって、その時マジで心の底からなんでだよって私言いました。東映さん、お仕事をお待ちしておりました。で、そこからの打ち合わせとかはもう本当に私一切関わってないので、うん、どんな打ち合わせをしたのかも知らないし、そう、まあ、実はなんかその動画もすでに撮ってるらしいんですけれども、はい、何を知っているのかもちょっと私は知らないので、その辺はちょっとあなたからね、説明していただきたいんですけれども、はあ、はい、どういうことでしょうか。まあ、東映さんから、うん、ありがたくお声掛けいただきまして、うん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 、まあ、その YouTube チャンネルを立ち上げた理由っていうのが、うんうん、スマホゲームの制作に私が携わるっていう。はいはいはい、おぉ。なんでだよ。なんでだよって言うなよ。ここでも突っ込ませていただく。いや、違うのよ、うん。スマホゲームを作りますっていう、お話をもらって、うんうん、それにスーちゃんが、うん、その、お手伝いしてほしいみたいな風に、うん。はいはいはい。言ってもらって、うん、あ、まあ、その、あれね、マリオカートとかゲームをやってる動画を見てくださって、そのつながりで、うん、なんか一番初めてのね、うん、打ち合わせの時に、うん、そのなぜスーを起用したのかっていうお話も聞いたんだけど、プリントが配られたわけよ、うんうん、でそれ見ながらお話聞くんだけど、うん、スーちゃんのあのゲーム実況者としての才能を感じたみたいな、なんかちょっとなんか。ゲーム実況者じゃないのよ、この人。ゲーム実況者とは言ってなかったかもしれないんだけど、うんうんうん、その、動画をやる人としての、その魅力を感じ、なんでだよ、今回お声掛けさせていただきました。何回なんでだよって言ってるんだよ。いや、でも、それに関しては、うん、ね、あの、あ、そうなんだ、ありがとうございます、みたいな感じで。受け入れんなよ。いや、なるほど、そんな感じで、はい。ありがたい話ですね。そう、そう。はい、お仕事することになりまして、うんうんうん、まあ名前はスーチャンネルっていう風にね、決まったんですけど、まあスーのみたいじゃないですか。いや、そう、違うのよ。スーが、うんうん、あの個人のチャンネルを立ち上げたとかではなく、はい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 、あくまでも、うん、そのゲームを作りますっていうチャンネルなので、うん、なるほど、ね、はい、皆さんもでもたまにそういう日常的な私の、うん、自由な感じが垣間見える。何を言ってるのかよくわかんない。なんかそういう文章をね、考えてくれてたんだよ、東映さんが。あ、そうなの。それを今そのまま引用しただけなんだけど。私の自由人生が垣間見えるような、うん、あの日常も、うん、お送りするかもしれないみたいな。あ、なるほどね。感じみたいなので。はーい。で、その動画ももうすでに、うん、撮ってあって、動画撮るために何が、福岡まで行ったと。そう。ゲーム会社さんが福岡に ありました。はいはいはい。そこまで行って、うん、早速スマホゲームどんなのがいいですかっていう。私アイディア結構いろいろ練って行って、はいはい、それを打ち合わせしたんだ。開発者の方々にお話しして。うん、すごいじゃないの。そうだよ。はい。まあ私もちょっと本当に、うん、楽しみにしてますので。ああ、うん、ぜひ。ちょっとよくわかんないけど頑張ってください。私もよくわかんない。よくわかんない。わかんないけど、
さん頑張ってください。気楽にやります、はい、ということなので、皆さんYouTuber になるとかそういうことではないそうなんですけれども、うん、そういったお仕事の依頼をね、この人がいただきましてYouTube チャンネルが立ち上がるということなので、もしよかったらそちらの方もぜひ見守っていただけると嬉しいです、はい、よろしくお願いします。お願いします。そんなわけで、まずはお知らせでした。というわけで、レイディをいつも通り進めていきますが、はい、最近どうですか？そんな始まり方だっけ？違ったっけ？半年って。最近どうですか？半年経っちゃったけど、うん、最近は、うん、K-POP にハマりまして。ああ。ハマりましてって言っても、はい、だいぶ前から好きではあったんだけど、そうですね、そう、あなたは、ね。TWICE とか、はい、曲は聴いてたぐらいだったんだけど、うんうんうん、今、マジで来ててね。マジで来てるんですよね、私たち。うん、いや、そう。実はこの人も。一緒にハマってて、はい、そうだね。なんだろう、昔ほらももクロちゃんも、まあ今も好きですけど、ももクロちゃんにハマって、うん、で今はハロプロちゃん好き で、うん、で旦那が乃木坂ちゃん大好きだから、もうその影響で乃木坂ちゃんも好きで可愛いなと思ってて、うん、そうそうそう。でもう K-POP アイドルも可愛いな、もうだ結局私可愛いものが好きなんだなって。そうだね、そうなの、うん、そうなのよ。可愛い、可愛いし、歌もいいし。わかる。可愛い子好き。はい、私も。そうそうそう。二人して同じ趣味で。そうなの。まあ、それが最近の近況報告ですかね。まあ、そうね。はい。じゃあ、最初のコーナー行っちゃいますか。はい。はい。最初のコーナーはこちら。スーの、オータ活報告書。あなた最近オタ活してないのに、そんなにタイトルで力んじゃって大丈夫？間違えちゃったかも。オタ活はできてないです。できてないです、ね。結論から言うとね。うん、ま、忙しいっていうのもあり、うん、アニメは常に見てるので。見てますね。うん。もうちょっと前に終わったアニメだけど、うん、はい、マッシュルと、はい、レベル999の恋をすると、あ、はいはいはい、推しのこと、はいはい、今新しいアニメがまた始まってて、うん、今たくさん録画して全部1話から見始めてるわけ。うんうんうん。なるほどね。うん。で見てて、うん、だからマッシュルの主人公のね、うん、マッシュバーンデッドの声をね、うん、やっている、はい、小林千明さんの声が、ああ、すごくハマってるらしいですね。うん。うん、あとは山田くんの、うん、あの内山幸喜さん。はい。しょっちゅう言ってますね。いや、そう。その、ね、あの、はい、うん。名前言うのもちょっと、おとがましいよね。なんでだよ。名前言うのはいいだろ。ちょっとやめよう、この話。何を言ってるの？いや、あの、好きだなと思って。はいはいはい。皆さん、見てますか？私、結構いろんなところでこの話してる気がするんだよな。マリカとかでも。うん。ちなみにさっきのスーチャンネルの自己紹介動画でも言ってます。うんうん好きなアニメ。なるほど。うん。うん、はい。まあ、オタ活は、そんな感じですかね。なるほどね。はい。了解です。ねえ、つまんなそうじゃん。はい。以上、スーのオタ活報告書でした。はい。それでは、続いてのコーナーは、お便りのコーナー。バウバウ、お便りも毎度毎度皆さん本当にたくさんありがとうございます。ありがとうございます。いつも言ってますけど、お返事ゆっくりですけど皆さんに書いてますので、はい、お待ちください。ありがとうございます。はい、今回はこちらのお便り、ラジオネームゆりかさん11歳。プリッツさん、スーさん、こんにちプリッツ。こんにちプリッツ。こんにちプリッツ。私は三姉妹の長女なんですが、三姉妹の長女で良かったことや嫌なことがあります。三姉妹の次女、親で良かったこと、嫌だったことはありますか？ああ、三姉妹の次女で良かったこと。良かったこと？嫌だったこと。良かったこと、嫌だったこと。うん、へえ、良かったことは、うん、上も下もいること。ああ、そうだね、確かに。やっぱり、うん、真ん中って一番いいなと思う。長女は長女で、いろいろ大変じゃない、うんうん、うん、そうだね。なんというか、実験台になることが多いじゃん。長女。言葉悪いんだよ。うん。
いろいろ試されることが多いじゃん。わからないこともあるからさ。まあそうですね。はい。だって、うちだって、長女めちゃくちゃ怒ってたくせに、三女になったらもう、しつけもめんどくさくなって、甘くなってみたいな。ねえねえ、めんどくさいって言うなよ。お姉がかわいそうだよ。あ、お前さ。でもそれで言うと、私は、厳しくもなく、めちゃくちゃ甘くもない。一番真ん中のちょうどいいしつけを、今まで、施されてきた。うん。もう全然しつけ失敗してる親じゃん、それ。しつけ下手くそな親じゃん。そうだよ。そうだよ、じゃない。いや、だから、真ん中で良かったことは、え、なんだっけ何がいいんだっけ適当に喋りすぎた。では次。嫌だったこと。いや、親、親で良かったこと？うん。あ、もうそれは、もちろんありますよ。友達みたいなので。私、友達いないじゃないですか。急にコメントしづらい。悲しいこと悲しいな。友達がいないので、旦那さん。いないことない。いないの。あ、そうなの。そうなんです。だから、ね、友達ができてよかったな。友達なんだ子供から。友達になっちゃった。友達ができてよかったって思って。まあでもわかる。うん。親友だもん。そうそうそう。おしゃべり楽しいし、まあ、カラオケに行っても楽しいし、買い物に行っても楽しいし、洋服買ってね、店やったりとか、これどうとかも楽しいし、本当に親子っていうよりかは、友達と一緒にいるような感覚で。だからそれはすごく良かったなと思います。嫌だったこと。次女で嫌だったこと。次女で嫌だった。ないでしょ？ずっと自由に生きてきてさ。嫌だったとか言われても納得いかないです。以上。言う権利もないんだ。あるんだ。嫌だったことあるんだ。ない。ないだろ？ないだろうよ。なかった。うん。了解。私は三姉妹の親で嫌だったことはあります。あるんだ！ショックだ。あるよ。まず。トイレットペーパーがすごく早くなくなりすぎること、あと髪の毛が廊下に落ちすぎてること、玄関に靴が多すぎること、風呂の時間がそれぞれ長すぎること、あと外に行くときの準備、出かけるときの準備の洗面所の使用時間が長いこと、でも、めちゃくちゃあるめちゃくちゃあるのよ。女三人。うん。ただ、ごめん。加担してる。いや、本当にそうよ。女4人だ。人のこと言えないから。つまりこれはお父さんごめんっていう話。結局ね。結局。お父が一番かわいそうだった。そう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 。こんな感じでございます、ゆりかさん。どうでしょうか？どうでしょうか？ご満足いただけましたか？はい。ということで、じゃあ次のお便りに行っちゃうよ。わーい。次のお便りは、ラジオネーム、テモさんからいただきました。はい、ありがとうございます。ますお便りね、書いてくださったんですけど、ね、質問だけ、はい、ちょっとピックアップして、はい、読みたいと思います。はい、はじめまして、こんにちプリッツ。こんにちプリッツ。小学5年生のテモです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。プリッツさん、スーさん、質問です。はい、誰が一番背が高いですか？お誰だと思いますか？だるがる。だるがらみすんだよ、みたいな。さあ、身長の問題ですね。はい。身長の問題。嫌そうな顔をしている人がいます。一番身長が高いのは、まあ、お父さんですね。うん。うん。はい。180ないぐらいの感じなんですかね。うん。うん、でも、彼曰く、どんどん縮んでるって言ってます。まあまあ、それは仕方ない。老化っていうもんがあるからね。はい、はい。で、次に大きいのは、お姉だね。お姉ちゃんですね。うん、お姉ちゃん、私より大きいので。はい、で、次が、私と、多分、地位が同じです。同じなんだ。はい。つまり、何か誰が残ったというのだ。して変わんないんだけどね。まあね。うん。でも、うん、でもこの方はあのバレリーナなので、そのバレエをすると身長必要なんです。バレリーナって。うん。だからもうずーっと伸びろ伸びろと。いや、そうそうそう。本
当にいつも夜ちゃんと、うん、まあ10時には寝たいけど11時ぐらい寝て、うん、朝起きて牛乳飲んで、そう夜たくさん寝たら身長が伸びるっていう、そう、もうその小学生がね言うようなことを、いやでも本当じゃん、本当なの、それ高校生とかでもあるの、まあまあ寝た方がいいのか、まあ寝た方がいいにはいい、うん、あの10時からがゴールデンタイムなのよ、うん、そこからは絶対にもう睡眠してた方がいいっていう話だったから、うん、それを信じて、うん、まあ寝てたのは11時なんだけど、うんうんうん、それのせいかな特に伸びず特に伸びず、うん、伸びなかったね、うんうん、まあでも地よりちょっと、うん、下ぐらいの、そうだね、はい、163から4お情けの4、お情けの4、でもいやでもっていうか本当にそのお姉と地が背が高いからさ、うん、いや羨ましくてまあだからあなたも別に低いわけじゃ全然ないんだけど、うん、高い方なんだけど、まあバレエやってる人としてはもうちょっと欲しかったってことでしょ、そうね、うんうん、ダンサーとしてはね、ダンサーとしてはね、うん、ということで身長高い順、はい、お姉と地位が羨ましい次女でしたはい、みたいな終わり方でいいかな、いいですよ、はい、以上お便りのコーナーでした。久しぶりのレイディオ、終わりの時間でございます。あらららら、ら毎回そういうこと言うよ、ね、なんであららじゃん、寂しいじゃんかよ、終わりはなんだってさ、おらら、毎回おらららら、はい、終わりは近づいてまいりました。はい、というわけで最初にお知らせした通り、はい、まあスーチャンネルというスマホゲームを作る YouTube チャンネルが始まるので、はい、そちらもぜひ皆さんチェックしていただけると嬉しいです。はい、よろしくお願いします。はい、まあ、本当に毎日暑いので皆さんもお体に気をつけて、気をつけて、はい、お過ごしください。はい、水分とって、はい、塩分とってくださいね。はい、うちにも塩分タブレットがあるのでね、それを食べながら、水も飲みながら熱中症対策していきたいと思いますので、皆さんも塩分タブレット食べて水を飲んでください。どれだけ塩分タブレット。おすすめ商品。美味しいし。ぜひみんなにも食べてほしいなと思って。最近お父が買ってきてくれたんだけど、すっごい美味しくて毎日食べてるから。案件じゃないですよ、はい、はい、まあ。お体に気をつけて。はい。ください。はい。はい、というわけで、プリッツとスーでした。またねー。じゃあねー。